10式雪上車は、大原鉄工所が製造し陸上自衛隊が保有する雪上車である。これまで運用してきた78式雪上車の陳腐化が著しくなり、また、各部隊の編成もこれまでの半編成から分隊編成などへ移行となったために、現有の車両では、性能課題になりつつあることから諸言などの性能を見直し、新たに導入したのが本形式である。 2010年から徐々に78式を置き換えており、普通化、気候化、特化などを舞台を主体に更新が始まっている。トラックに積載中の重式雪上車従来、導入されてきた78式雪上車を基本としつつもコンパクトかつ操縦性を向上させている。従来の78式は変速機が5速 MT であり近年入隊する隊員では、 操縦が難しくなってきた点が出てきたこと、内部機器のほとんどを73式大型トラックと同様のものとしていたが、73式が新型へ移行し部品の確保に関しての問題が発生してきたこともあり、変速機を4速 AT に使用変更し、内部機器も民生品を活用することで大幅なコスト削減に成功している。また、操縦性能も大幅に向上しており、 小回りのく車体塗装だが容易にできるように、運転席も大幅にリニューアルされている。78式は、演習や災害派遣などで移動の際に大型トレーラーなどを活用しなければならず、四段等輸送隊や民間のトレーラー会社などの手配が必須であったが、10式雪上車は73式大型トラックに、 積載可能なサイズにまとめられており、長距離移動が容易になった点が利点として挙げられる。ありがとうございます。